そもそも IQ ってやっぱり変わるんですかって、うん、年齢によってというのはあると思うんですが、うんえー、と基本的には変わらないものという前提で検査も作られてますし、まあ、IQ 自体はそういう概念ですね、うん、ただまあ実際はやっぱり、えー、変わることもあるっていうところがあると思いますその変わる要因って何があるんですかね、うん、IQ がこう、まあ、伸びたり D 数値が伸びたり、数値がこう低下してしまう。そうです。これはちょっと一概には言えないですけども、まあ、私たちの小さいお子さんのその介入研究なんかですと、やっぱり実際にこう発達検査の数値が変わったりっていうことはあります。事前と事後ですね。で、えー、それは支援の効果という部分もあると思います。 えー、それまで答えられなかった質問が答えられるようになるとか、まあそういう課題レベルでやっぱりできるようになると、検査の数値が上がるっていうことはありますよね。ただそえ課題を教えるっていうわけじゃないですけど、えー、他のいろんな発達支援の中で人とのコミュニケーションを取るっていうことが徐々にこうストレスなくできるようになっていて、いろんな刺激に反応できるようになるっていうことが、 まあ、視野の中でやっぱりありますので、その結果として数値が変わるっていうことは、一、まあ、つには、特に小さいお子さんの場合はあるかなと思います。それはでもほん、何か元の IQ が伸びたっていうよりは、そのコミュニケーションの中の特性によって、検査場面のパフォーマンスが一部こう抑制されていたっていうような考え方もできるので、単純に IQ がすごく上がったっていうよりは、うん、その、 検査場面のこう環境との相互作用でパフォーマンスがすごく上がった結果としてっていうふうに捉えてはいるんですけどうちもだからあの子どもが診断された時に <laughs> えと IQ はもしかしたら上がるかもしれないけれども <laughs>、まあ、ここの得意苦手みたいなところは <laughs>、まあ、傾向は残ると思いますよって一番初めに言われてあ,あそうなんだと思って。 でまあ、その始めに言っていただ、いてて本本当当良かっったたななととそうだだ思ってますね療育 <laughs> を受けた後にそれまでまあほとんど言葉での会話がなかなかあのコミュニケーションができなかったのが、まあ、言葉が入るようになると、えっと、彼が本来持っていたやり取りする能力が発揮できるようになって数字が上がったように感じた。<laughs> はい っていうふうには思いましたけれどもね。うんうん、そうですね、うんお。おそらくそういうことなんじゃないかなというふうに私も思います、はいはい。それからあとは検査者、先ほどまさに出てきたんですけども。 つまり数字が結構高い人が良い検査者になるのか <laughs> 数値をうまくこう引き出してくれるっていうかそれなのかその初見とかがあの数値っていうよりもその書見っていう文章っていうんですかね <laughs> そちらが結構書いてくれる人も良い検査者というのかとかこの辺りはどういうふうにお考えでしょうかそうですねこれは結構難しいあの 私たちみたいに支援機関にいると、いろいろ初見を見せていただくことがあるので、あ、すごくわかりやすく、いい初見を書かれる検査者さんだなとか、まあ、そういうのは支援者の立場で思うことは当然あるんですけど、事前にそれを選ぶ方法は、今のところ思いつかないですね。<laughs> あの、口コミとかがやっぱり一番 <laughs> かなと思います。はい。ただやっぱり初見ですごくわかりやすく、あの、すぐ、すぐそれを取り入れて、 生かせるポイントを書いてくださるっていう方は読みやすい所見だなとか、まあ検,査検査を通った意味がすごくある所見になってるなっていうのは思います。はい、はい、で当事者なので、ご本人のことをよく知っている人の方が、やはり、まあ、検査はスムーズに進みやすいだろうなっていうのはそうですね。はいはい、であとはあ、先ほどあったように IQ は変わらないものかというご質問があって、まあ、基本的には変わらないけれども、まあ あの上手に発揮できてなかった部分みたいなのは発揮される、はい、あの支援によって発揮されることはあるかもしれないなということですが、はい、でもそれにしてもその知能検査をあの小さい頃一回取ってくださいでその後何年かごとに取ってくださいってうん、うん、あれは言われる意味は何なんですかね一<ー>回ででいいですよってあんまり言われないしそうです、ね、我々もなんか大人になったらもう一回取った方がいいんじゃないですかとか <laughs> あまり根拠なく言っているなとちょっと思っちゃったんですけど。 そうですね。まあ、その、その生活年、ね、というか、その年代で、あの、その年齢に応じて提示される課題っていうのも変わってくるので、そういう、こう、検査課題に対してどういうパフォーマンスなのかっていうことは単純に見ることができますし、まあ、数値が変わるっていうことも、まあ、場合によってはありますし、デコボコっていうのも、私の出方がやっぱり分かりやすくなったり、あの、 することもあるので、まあ、定期的にもモニターして今どういう状況かっていうのを見ておくっていうのは必要かなとは思います。ただ、やっぱり小さい頃は過疎性が高いというか、すごく変化も大きい時期なので、割とこう1年ごととか定期的に取りますけども、大人になっても1年ごとっていうふうに取るっていうのはあまりないかなと思うので、はい。年齢に応じてそのタイミングは少し間隔を空けていくっていう。 必要なタイミングで受けていくっていうふうにはなるかなと思いますね、はいはいああ。これもよくある誤解だと思うんで、ちょっときちんと答えていただいた方がいいかもしれませ、うん。IQ は同年代の子どもとの比較になるので、成長が進むにつれて、同年齢の子どもたちとの差が、まあ、発達障害の子の場合は、成長がゆっくりとよく言われるので、大きくなっていくんじゃないかと、だから発達障害の人って、IQ が徐々に下がっていくんじゃないかみたいなことなんですが、うん、このあたりはどういうふうに。 えっとまあ、そういう、なんていうんでしょう、あたス検査とか知能検査っていうのは、一応そういうその年齢ごとの差のばらつきっていうんですかね、そういうところも含めて作られてはいるので、年齢が上がったら下がっていくっていう立て付きではないっていうのは前提としてあるかなとは思います。はいまあはい、一応 IQ の前提ははそうですね、はい